どうもしゅんです。こんにちは。今日は日本で一番の階段企業を紹介します。なんと50件の日本の高層ビルのうち44件で、日本の8割はこのメーカーが占めています。なので僕たちも絶対に知らないうちに使ってるんです。その階段屋さんの名前わかりますか？わかりません。車のメーカーとか電化製品のメーカーとかだと、まあ、パッと思いつくと思うんですよね。まあ、なのに階段の会社だとシェア8割も占めてるのになかなか言えないっていうのが、まあ、現状だと思います。これは由々しき事態です。日本を支える階段企業のことを知らないっていうのは、これは課題だなと思ってます。で、その日本一のシェアを誇る階段メーカーの名前は横森製作所という会社です。聞いたことないって思った方もいるかもしれません。ですが、トップシェアの横森製作所さんは、信頼と安心のすごく働きやすい企業なので、皆さんにぜひ知ってほしいです。今まで皆さんの入社したい企業の候補に入ってなかったこの横森製作所さんが、まあ、ちょっと皆さんにとって入ってみたいかなって思うような状態になるように全力でプレゼンするので、よかったら最後まで聞いてください。まずは横森製作所さんの話に入る前に、みんな階段を侮ってる。これは強く言いたい。どれだけ階段が大事で、どれだけ階段に支えられるか、普段皆さん意識してないと思うんですよね。しないです。階段を一切使わずに過ごした時ってありますか？今まで生きてきた中で。私はあるようであったりとか、エレベーター派だよっていう人も、まあ、いると思うんですよね。ただ階段が外せない時があります。いつだと思いますか？はい、はい、地震。正解です。それが災害の時です。災害の時は絶対階段を使う必要がありますよね。避難経路として絶対に階段が必要なんです。災害だ、避難しろっていう時に階段がなかったら皆さんどうしますか？その避難経路を確保してくれてる階段はもう絶対的安心感があります。階段は私たちの生活を陰から支えてくれて、インフラとして機能してくれているわけです。防災研究所さんの調査で、横森製作所さんの階段は阪神・淡路大震災の時でも残っていたという記録があるんです。階段の大切さっていうのは十分理解してもらえたと思いますし、今日からは階段に毎日感謝しながら生活を送れると思います。とはいえ、階段の企業に就職したいと思った人は、まあ、少ないんじゃないでしょうか。まだそこまで階段への気持ちは。今からは就職先としての横森製作所さんがどういう魅力があるかっていうところをお話しできたらなと思っています。階段という領域で日本一の横森さんですが、このニッチトップは就職する上でめちゃくちゃ嬉しい要素なんですよね。例えば価格競争に巻き込まれにくいっていうのがあります。世の中の企業って競合他社の企業さんに勝つためにコストカットをしたりとか、コストカットを重視するあまり製品の性質であったりとか機能を下げざるを得なかったりとか軽んじてしまうっていうことがよくあるんですよね。コストカットの一つで言うと社員さんの給料とかもまあ一つですよね。一方でニッチトップ企業は競争を意識する必要がない分、企業満足度であったりとかマーケットであったり企業のブランドに向き合いやすいという特徴があります。またニッチトップならではでの働きやすさっていうのがあって、年間の休日がなんと123日で、残業が月平均11時間らしいんですよね。めちゃくちゃ怖いです。僕が一番びっくりしたのが、育休からの復帰率がなんと 100% らしいんですよ。子育てをしても戻ってきやすい働きやすさがあるっていうところが、男性も女性も働きやすい環境なんだなと思いました。で、もっと言うと、特に中途の社員さんの離職率がすごい低いらしくて、他の企業を経験したからこそ横森さんの良さを知っているっていうところが、まあ、数字で見てもわかるっていうのが働きやすい企業だなと思っています。ニッチトップならではの競争優位性であったりとか働きやすさっていうのを知っていただいたと思うんですが、もう安定してる企業だったんなら、いわゆる古い価値観の会社で裁量権とかあんまないんでしょって思う人もいると思うんですよね。そのホワイトでね、裁量まであったら怖いよね。普通はそう思って当然なんですが、横森さんに関しては国内でのトップ企業にもかかわらず挑戦と変化と拡大し続けている企業なんですよね。現在の横森製作所さんの社長は36歳と結構若めで、そうなんですよね。社長になる前は横森 USA という横森製作所さんのアメリカの支社に在籍されてました。その社長は失敗してもいいから新しいことにどんどんチャレンジしていこうっていうようなメッセージ性を伝え続けているそうで、そのメッセージが企業文化にも反映されているそうです。歴史が長くて働きやすさも担保されてて挑戦しやすいっていうところのいいとこ取りをされているのが横森製作所さんということです。挑戦しやすい風土の根拠なんですけども、今横森さんは海外市場にも注力されていて、例えばアメリカなんですが、アメリカの階段市場って日本の2倍あるらしいんですよね。こんな環境の中で緻密で高精度で安全性が高い横森クオリティが届けられると、すごい今後も伸びていきそうな感じしませんか皆さん？します、はい、
今後も楽しみな成長企業ということです。世界の階段をリプレイスしていくっていうのはすごい夢があるなっていうところと、社長も まだまだ横森製作所は過渡期であるっていうようなコメントもおっしゃっていて、これからがすごい楽しみだなって思う企業さんだと思ってます。階段屋さんで働くって皆さんどういうイメージありますか？足疲れそうです。いや、そうですよね。なんかパーツを組み立てて、なんか修繕して、その繰り返しで毎日うんざりみたいなイメージありませんか？ちょっとあります。完成物を想像して、で目の前のパーツを組み立てて、ちょっとずつ出来上がっていくみたいな、プラモデルのようなすごいワクワクする仕事なんですよね。でそういうプラモデルを作る過程みたいな、その工程っていうのは男子は結構好きですよね。確かに。しかもびっくりすると思うんですけど、その階段って全てオーダーメイドらしいんですよね。実際の社員さんにどんなところが楽しいかって聞いてみたところ、その階段個々の対応を考えるのがすごい楽しいっておっしゃってたりとか、物件ごとに仕様も形も変わるので変化があって楽しいっていう社員さんが多数いました。とはいえ大変なことはありませんかっていうのも同時に聞いたんですよね。そしたら裏側にはやっぱりいろいろ大変なこともあって、案件数であったり関わり人数もやっぱやればやるほど多くなっていって、違いを覚えるのがすごい大変だったりとかはすごくあるみたいです。でもそれでもなんで横森製作所さんを選んで頑張れてるのかを深掘りしたところ、スーパーゼネコンとのやり取りが多いため、スカイツリーとかアベノハルカスのような街のシンボルとなるような建造物に携われるっていうところはすごいやりがいに感じるそうです。休日に散歩してた時に建造物を見た時に、すごい大変だったけどやりきってよかったなとか達成感をそういう時に感じるそうです。僕ら の YouTube チャンネルとしても、主体的に生きることであったりとか成長することを人生を生きる上で重要なことだと思ってるんですけど、やりがいを持って大変でも変化を厭わずに挑戦し続けられる環境はすごく就職先としてもいいなと思っています。階段の魅力であったりとか横森製作所さんの凄さを今回知ることができて、僕も本当にここ2週間ぐらい階段に毎日感謝しながら生きてます同時に自分もなくてはならないようなものを提供する会社を作りたいなって心から思いました。自分の生活にこんなに密接に関わっている横森製作所さんにちょっとでも興味があるなと思った方は、下の概要欄にリンクを貼っているので、よかったらぜひチェックしてみてください。ということで本日は、貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。